皆さんこんにちは、みきまるです。今日は先日業務スーパーで購入してきた食材を使って簡単晩ご飯を作っていきたいと思います。今仕事から帰ってきたばかりなんですけれども、ちょっと時間がないので急いで作りたいと思います。それでは早速スタート。